天文学校の軽音楽同好会のメンバーが柿合宿という名目でもってね、関東の海辺のその町やってきたわけなんですよね。いやもう花からこれ遊びが目的ですから何の制約もないんですよね。うーん、ただ気持ちよくみんな遊んでるだけ、海風に当たってね、みんなでワイワイ騒いでるいい気分で盛り上がってた。そんなところへメンバーの一人が来て、だから聞いたんでしょうねきっと。おい、来るときな、あのほら街道来たろ、あそこにほら十字路あったやないか、こっちからって右なんだけどさ、それずーっと行くんだよ。ふとね、あのちょっと丘みたいになっててさ、そこで車止めるんだよ、行けないんだよそれ以上で。そこを降りて少し行くとな、どうなんだか知らないけど雑草だかね雑木だか知らないんだ、一本ね道があるんだってさ、それまっすぐ行ったらね、旧日本軍の手掘りのトンネルがあるんだってさ、そこマジで出るんだってさ、行ってみないって言った。どっかで引いたんでしょうねその心霊スポットを。でもみんなやっぱりね海ですから、こっち風に当たってね日は差してるし、ね、下がないもんですから誰も話乗らないわけだ。で一旦この話立ち逃げになっちゃった。だって夜になった、夕食が済んでさてなと思ったけどやることがない。この辺り近所に店がないんですよね。あっても何軒かでみんな早くに閉まっちゃう。行く先はね指導したもんだろうな、昼間散々浜田遊んじゃったし、今から夜の浜行ってもしょうがないしなって言ってると、誰かがなあ例のトンネルだけどさって話がまた盛り上がっちゃったの。行ってみる、じゃあ行こうかって話になって、初めに行こうかって言ったその彼とあと3人がじゃあ行こうって話になった。まあ一人酒の飲まないやつがいたもんですから、彼がまあ車運転して出かけてった。街道ずっと行った、その通り右にバーッと曲がっていくと、やがて向こううっそと木になってるわけだ。少し小高い丘なんでしょうね。で車これ以上行かないもんですから、そこから降りて目々が懐中電灯持って多少登っていくと、この木の間を通る泥の細い道がある。その通りだ。でみんなそこ歩いてたからずーで、しばらく行くと前方に見えてきた岩をくり抜いたトンネルが黒い木として待ってるわけだ。うわー、さすがになんだか気味が悪い、おすごいなと言いながらなおも歩いていくと、あれと思った。みんなが想像していたのと違って、意外とこれ小さなトンネルなんですよね。幅というと大人が横に並んで2人がまあ歩けるかなっていうぐらいな。高さはというとまあ天井がアーチ型になってますからね、その一番高いところがせいぜい2メートルあるかなしか。なんだこれ随分狭いトンネルだなって話になった。で試しに懐中電灯からふーっと中へ向けてみると、明かりの先が闇に飲み込まれてる。これま随分奥深いぜって話になったわけだ。もっとも夜のことですからね、周り黒い闇なんで、もしかすると出口あそこにあるのが見えないのかもしれない。昼間だったら意外とすぐそこに明るい出口があるのかもしれないですがね。うわーと思った。でも確かに見上げれば高い木の小杖の間、かすかに夜空が見えてるわけだ。目の前には湯肌をくり抜いたトンネルが黒い口を開けてる。こんな時刻に一人じゃとてもいられる場所じゃないんですよ。やっぱり怖い。入ろうか、楽しみになった。と一人が、おい、これ入ってもさ、何にもないただのトンネルだろう、幅狭いし、これずっと続いてるだけだろう。だからさ、みんなで入ってさ、一列になって、明かり消して行ってみないって言った。と一人が、おい、だけだお前、明かり消して、まあ、4人縦に壊れてったって、一番前と一番後ろ怖いけど、真ん中二人怖くねえだろうって話になった。と一人が、おい、こんなんどうだ？で、4人でさ、一列並ぶだろ？で、中入るんだよ。明かり消して真っ暗になるよな。で、こう壁伝っていきゃ歩いていけるからさ。でな、そしたらゆっくり歩きながら、一番後ろの人間がまず、この真っ暗な闇の中でもって、自分の頭に浮かんだ怖い話をするんだよ。で、それして、前の3人を追い越して一番前出るんだよ。次に一番後ろになったやつがまた闇の中でもって浮かんだ怖い話をして、で前の3人抜いてさ先頭立つんだよ。でこれ順繰りやっていくのと、みんなが一番前と一番後ろ行けんだろ、闇の中だしさ、そうしてみないって言ったんで、ああそれ面白そうだな、行ってみようかって言うんでね、4人がトンネル入ってると、少し入って一列並んで、おいじゃあ消すぞって言うんで、みんなが明かりを消した途端に真っ暗闇になった。トンネルの中ですからヒヤーンと冷えてくる。全く音が聞こえてこない。
さすがにちょっと気味が悪くなってきたんで、おじゃあ行こうか、ああというんでゆっくりとみんな歩き始めた。足音だけが聞こえてくると一番後ろの彼が、なあこの真っ暗な闇の中にいるとさ、この闇の中から誰かがじーっと俺たちを見てるような、そんな気がしないかって言って前の3人を追い越して一番先頭になったと、次に一番後ろになったやつが、おいここで人が殺されてるだろう、女が頭を笑えてるよな、パーッと血が吹き出してさ、あたりのこの岩の壁がそれがパーッとこびりついて真っ赤に染めていくんだよって言って、前の3人を起こして一番前へ行ったわけだと、次の人になった人間が、この真っ暗な暗闇の中からな、俺たちをじーっと見てるのはその女だよ、割れた頭から血がパーッと吹き出してな、頭から顔から体から全部染まっていくんだよ、真っ赤にな、でポタ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 血を垂らしながら俺たちの後からずっとそいつが近づいてくるんだって言った。岩肌のトンネルですからね、話もにこう反響するわけですよ、他には全く何も聞こえないわけだ、それに真っ暗な闇の中ですからイメージがふーっと湧いてくる。初めはただの作り話だと思ったんですがね、なんだかだん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 これ信憑性を帯びてきたわけだ、さすがに多少怖くなってきたと、初め一番前だった彼が今度は一番後ろになったけど歩き始めたと、しばらく黙っていて、やがて多少震えた声で、なあ今俺が一番後ろだよな、なのにささっきから俺の後ろで息遣いが聞こえてんだよって言った。一番前の男が冗談でもってうわーって声があって駆け出したわけだと、釣られた後の二人もねうわーって言ったんで、一番最後の男うわーってみんなでうわーって声上げて闇の中駆け出した。ところが真っ暗な闇なもんだから、おいおいって言ってる時にカンコン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 、ハイヒールの靴音が追ってきたんで、今度はみんなびっくりしてうわーって言い始めた。何にも見えないんで、上がり上がり上がりって誰かが言うと、誰かがもう一人、ダメだ、つけるなよ、明かりつけたらそいつの正体見えちゃうぞ